皆さんこんにちは、菅崎一です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。最近動画、ライジン48とかドーピング問題とかで上げさせてもらってるんですけど、まあ、僕自身やっぱ格闘技、まあ、ずっとやってて、まあ、ドーピング問題っていう部分ではやっぱずっとついてくる話題にはなってくるんで、まあ、そこに対してドーピングに詳しい専門家の方を今日は呼んでます。それで今日ゲストで呼んでるのは格闘技ドクターの対策先生という方でどうぞ。こんにちは。お願いします。お願いします。格闘技ドクターの対策先生です。はい、対策です。よろしくお願いします。対策先生とはもともと僕が駆け出しの頃、プロになる前から対策先生に指導していただいてて、まあ、今に至るんですけど、もうドーピング問題のことは、うん、対策先生の意見、まあ、格闘技ドクターとして意見もらいたいなと思いまして。なるほど。今日は来ていただいて、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ロッケからなんですけども、はい、僕は格闘技ドクターというちょっとまあ特殊な立ち位置で、もともとはそのまあ極真空手の選手だったんですけど、はい、選手をやりながら、こう医者をやりながら選手やって、それから今度はリングスとか、はい、大きな団体でのリングドクターもやって、はい、それから今度はゲイリー・グッドリッチとか三田明美選手とかチームドクターをやってるってことで、はい、まあどっちかっていうと見るよりこうやる方が好きなタイプ、はい、僕も毎回勉強させてもらってて、で僕もいつも YouTube で、まあ、いろんなことを言ってるんですけど、対策先生に教わったこの精神論っていうのを実は結構話させてもらってるんですよ。はい、ありがとうございます。その中で一つちょっと皆さんに言いたいのが、うん、僕対策先生にたくさん教わってきてるんですけど、いつも練習の終わりは右肩上がりで終われと、はい、これ昔から僕対策先生に指導してもらってるんですけど、はい、やっぱそこでどんだけ調子悪くても右肩上がりで最後練習を終えると、うんうん、次いい状態で次の練習につなげていけるんで、それがネガティブに終わるとネガティブネガティブネガティブで、やっぱそこでやっぱいい練習ができなく強い自分が作れなくなるということで、僕対策先生のそういう部分でも ありましたね。はい、あれ2人で練習してるのだいたい2時間ぐらいいつも時間を取るんですけど、はい、1回30分ぐらいで今日の調子いいからここでやめようっていうこともね、はい、確かありましたね。はい、うん、でその時の試合確か勝ってたんですよ。あ、もういつもありがとうございます。対策先生のアドバイスはやっぱ僕らの思ってる視点じゃない別角度の視点からいつも言ってもらえるんで、まあ、そういう、まあ、僕もやりながら格闘技にはまりながらのタイプなので、はい、その逆にこうドーピングの依頼とかまで受けてしまうという、はい、辛い立場でもありました。先生ずっと今までいろんな選手、うん、やっぱ見てこられてると思うんですけど、はい、お医者さんとしての立場もあるん で、うん、でそこでやっぱ選手たちが点滴とか、はい、今までいろんな相談されてきてると思うんですけど、うんうんうん、でその中で今回ドーピング問題っていうのが結構問題になってて、うん、はい、前回の朝倉未来選手と平本蓮選手の試合で平本蓮選手のドーピング疑惑みたいな感じでドーピングがこうちょっと話題になってて、うん、前に木村稔選手がドーピングをして、で僕 YouTube で上げたことあるんですよ。でドーピングメリットとデメリットがあるじゃないですか、はい、その辺を今日ちょっと対策先生に教えてもらいたいんですけど、うん、僕はちょっとデメリットの部分を懸念してそこでそっち角度の動画を上げたら結構炎上してしまったわけなんですけど、具体的にどういうデメリットを言われたんですか。まあ、鬱になってそこで自分でこう落ち込んでしまって、うん、やっぱ自殺したりとか、やっぱそういう選手もやっぱ僕も今まで聞いたりしてるんで、うん、はい、そういう角度からちょっと伝えて、あの時バッシングもすごかったと思うんで、まあ、そういう切り口で言わせてもらったんですけど、はい、なるほど。今回対策先生に、うん、ドーピングのメリットとデメリット、はい、やることによって副作用があると、はい、ぜひ教えてください。わかりました。はい、格闘技でドーピングって多分皆さんが一番浮かぶのはステロイドだと思います。はい、で筋肉の増強作用があるもので、はい、確かにステロイドを使うとですね、やっぱり筋肉がつきやすい、なので同じトレーニングをしても効果が出やすいっていうのはこれはもう厳然たる事実なんですね。はい、ただ、ドクターの立場としてステロイドは絶対やめといた方がいいよっていうマイナス面、それは何かっていうと、僕ら人間っていうのは腎臓の上に副腎っていう場所があって、はい、そこで僕らは自分でそれぞれステロイドを作る力を持ってるんですよ。あ、そうなんですね。うん、それは、ステロイドはもう生命維持に関わるものなので、例えば血糖値の上げ下げであったりとか血圧のコントロールであったりとか、いろんな代謝の物質を、ちゃんとコントロールしていくっていうすごく重要な物質なんですね、ステロイド。はい、でもそれを外から取るというのはどういうことかというと、工場がダメになるということなんですよ。ああ、
なるほどですね、うん、外から入れてしまう外因性のストレスを取ってしまうことで私たちの体はあもう十分足りているから作んなくていいだろうっていう勘違いをしてしまう。そうするとステロイドはどんどんステロイドの産生能力を失っていって挙句の果てには副腎皮質がこう萎縮してしまうんですよね。それは人として強くなってることかっていうと逆方向弱くなってるんですよ。僕らが自分でコレステロールをもとに作れるものなんですが、はい、それを外から入れるということが実にいかに危険なことか、はい、うん、萎縮してすると結局工場が働くなくなるんで、はい、もう取るしかなくなっちゃうでしょう。もう悪い負のループにずっと入ってしまう、はい、だからファイターとして筋肉はついたかもしれないけど人間として極めて弱くなってしまう。その時だけって感じになるんです、ね、そういうことです。入れるとやっぱ入れ続けないと体が維持できなくなってくるってことですか、うん、はい、そうです。だから、うん、そのステロイドやる人はやめれなくなってくるっていうことなんですか、うん、そういうことです。依存性が出てくる、ね、あ、そういうことなんですね、はい、非常に危険です。あと皆さん、うん、ステロイドでどんな副作用がありますかという質問にはですね、はい、もうね本が一冊書けるぐらいあります簡単に言うと、はい、なのでぜひステロイドの副作用っていう風にちょっと医療系の、ね、はい、もので検索をしてもらえると、はい、もう山のように出てくるんでこれはぜひ逆にね勉強してもらいたいところではあります、ね、一生してくださってる方とか、うん、格闘技のファンの方は、うん、副作用を多分そこまで分かってないと思うんですよ、うん、ただやったら強くなって動けて、うん、っていう認識だと思うんですけど、うん、僕も副作用すごい怖いと思ってるんですよね、うんうん、でそこを対策先生に、はい、教えてもらいたいなと。今までのやっぱ事例とかもあると思うんで、うん、そうですね。副作用のまあ大きなものとして例えばそのステロイドを使うことで免疫が抑制されるんですね、はい、僕らの免疫機能がちょっと働きづらくなると抑えられる。だから逆に言うとこう炎症が起きた時にステロイドをちょっと、はい、ね、ステロイド剤とかで皮膚塗ったりすると少し赤みが収まったりすることがあれば、はい、免疫系をちょっと抑えて炎症を抑えるっていう方向に働いてるんですね、はい、でそういう医療的に認められたもの、治療としても認められたステロイドは非常に重要なんでちゃんとドクターの管理のもとにちゃんと使うべきなんです。あ、だけども勝手にそうやって使うやつっていうのはもうそういうことを全く分からずに使ってるわけだから。今海外で輸入できるじゃないですか、個人で。最悪ですね。いや、それが結構主流になってきてるというか、うん、広がってるじゃないですか、はい、全ての薬がちゃんと認可を得て、はい、うん、要はちゃんとフィルターを通って手に入ってるものばかりじゃないと思うんで、はい、怪しい国ってあるじゃないですか、はい、正直、はい、とことは言いませんけど、怪しい国から何の、はい、基準も通過せずに、はい、なんかこれを取ったら勝てそうな気がするとか、はい、他の人がやってないけどこれを俺手に入れたみたいな、うん、気持ちは分かるんですよ、はい、少しでも有利になりたいとか 何かにこう、はい、ですがりたいっていう気持ちは僕も試合してたんで分かるんですけど、でもそこに手を伸ばしてしまうっていうのはやっぱりマイナスのが大きい。でその岸先生が言った通りで何が副作用なのか分からない、どんなマイナスがあるか分からないじゃないですか、はい、うん、全部僕らみたいに勉強して全部分かってても怖いんだけど、分からないのはもっと怖いはずなんで、はい、やっぱり遠ざけた方が身のためってことがありますよね、はい、昔のやっぱ K-1 のヘビー級のいろんなファイター いましたけど、まあ、自殺したり、うん、そういう選手とかもいてたじゃないですか、はい、いました、うん、あとアメリカのプロレスラーの方が家族打って、うん、ね、自分もっていう、そういう事件とかもあるじゃないですか、はい、それ僕の認識の中では全部ステロイドがそれを招いてるって勝手に思ってるんですね、その副作用的な。どうしてもやっぱこう落ち込んでこうネガティブになって、うん、鬱みたいになって、うん、っていうのが最悪な状態かなって僕の認識はあるんですけど、ステロイドの副作用の一つに確かに精神的な問題っていうのは確かにあります、はい、ただまあ原因って結構複雑で、はい、それだけでもない、はい、例えばそのプロレスラーであれば頭しょっちゅう揺らされるんで、はい、パンチのランカーみたいになってますよね。あ、なるほどですね、うん、で K-1 の、まあ、例えば元有名選手マイク・ベルナルドも自殺を、はい、もうそのまさにしてます、はい、でかなり壮絶な、ね、最後だったっていうふうに聞いてます、はい、自分で首を切っちゃうような感じだったって聞いてます、はい、僕の知ってる範囲、はい、でそういうことが起きるのはやっぱりもともとそういう例えば素因が精神的な自殺をするような素因が あるケースもあるでしょうし、はい、それからそれがもともとあって何かの薬をずっと常用することによってさらに悪くなったっていうこともあるだろうし、今度はその格闘技でどんどん殴り合って、はい、頃なんてものすごい月に1回ぐらい試合ビッグマッチだったじゃないですか、そうですね、ね、そういうことによるやっぱりダメージの蓄積、いろんなものが複合してそういうことが起きてるっていうのは実際だと思います、はい、とはいえじゃあステロイドが全く無関係かというと、それはやっぱりたくさんあるファクターの一つになり得るので、はい、イコールでは結べないけども、イコールの
たくさんある要因の一つであるってことは言っていいと思います。やっぱ自分の認識は間違ってはない、今間違ってないですかね。あの間違いではないと思います。でも月内選手が言ってることはステロイドを遠ざけましょうという方向性の話をしているわけで、そのドーピングにおけるね、それをもっと取り入れましょうの方向の話をしてないじゃないですか、だからやっぱり僕はあの一定の方向の正しさがあるかなと思って今聞いてました。まあ、格闘技の世界、他のスポーツもそうなんですけど、やっぱそのドーピングっていうのは常にこう出てくる話だと思うんですけど、でも少しでも減らせることもやっぱできると思うんですよね、これを減らすためには対策先生的にはどういうふうに今後格闘技界が変わっていけばいいのかなっていうのを、ちょっと対策先生の視点をちょっと教えてもらいたいなと思います。わかりました。やっぱりですね、あのこれ難しいところなんですけど、例えばボディービルの世界でも何でもありの世界っていうのもあって、何やっても何でもありですね、何でもありの世界もあるし、ちゃんとドーピングはやらずにちゃんとやりましょうっていう、やっぱりどうしても2つの世界があっちゃう、で格闘技ももうあのちゃんとね競技性を高めて、あの例えば木内選手が典型なんですけど、やっぱり UFC、ね、契約して UFC に出るってことは確か 4,5 回いきなり検査あったでしょ。あ、そうですね、検査ありましたね。いきなりコンコンってきて、いきなりおしっこ出せ言って抜き打ち検査ですね。抜き打ち検査があると、で結局あのオリンピックスポーツであっても究極的には抜き打ち検査じゃないと分かんないんですよ。あ、じゃあもう調べるにはもう抜き打ちじゃないと、もう特定できない、もうあの究極的に言っちゃえばもう抜き打ち検査が唯一のドーピングのチェック法です。じゃあ試合前に、ライジンとかは試合前に選手のドーピング検査とかするんですけど、あれだとなかなか見つけれない可能性が高いということですかね。例えばライジンに出れるまでは一生懸命いろいろと例えばステロイドやってたと、でもライジンが決まったからそれから何ヶ月かやめたって言って、ライジンの日に検査をするってことに多分なるでしょうから、この日が大丈夫だったら大丈夫ってことになります。あとこの前にちょっと知り合いのドクターがいてちょっと点滴してもらって薄めるとかいうこともいろんな抜け道はどうしてもある。使ってて計画的にこの時には抜こう、検査出へん、白にしようと思ったらやり方としてはあるってことですよね。あ、それやってる人いますよ。まあその業界では、誰がやってるやってないっていうのはもちろんあります。だから僕自身もそのずっとドーピングしてるの当たり前の世界でやっぱ世界と戦ってきてやってきてるん で僕も今国内でやってますけど、ドーピングやってるやつやってるの当たり前と思ってやってますから、やっぱ今でもドーピングしてるやつの中に負けるかという気持ちでやっぱ今でもやってますけど、でもこれからのやっぱ日本の格闘技が考えていった時にドーピングが一人でもやっぱ少なくしない人がそういう世界にしないといけないなと思いますけど、そう思います。今回ステロイドが中心の話になってますけど、試合前に試合の日だけちょっとメンタルがテンションが上がるようなものを要求されたこと、もっと全部断ってますけど、あと体重が落ちないからって利尿剤をくれ、それから対策先生血液を抜いてください、軽量に間に合いません、それはまあ軽量というシステムもね、ちょっと問題があるんですけど、とはいえやっぱり選手はそこまで追い込まれている時にどうしてもその何か違法薬物を使ってしまったり、本来ルールと外れたものを追い込まれてるのは分かるんですけど、そう手を染めることが、それやっぱり全体的に考えていかなきゃいけないのが一つと、やっぱり空崎選手みたいにあの UFC 出てるってことは間違いなくクリーンだっていうことなんで、やっぱりそういうクリーンな選手がこうやって活躍をして、でみんなにこうやって訴えかけていく、それが大事だと思います。でこれちょっとおまけなんですけど、さっき言った僕にやっぱりそうやって言ってきた選手たち、あのもう僕も一生ね、あのこれはもう墓場まで持っていくので、僕も名前は聞いてないです、今絶対に誰とは言わないんですけども、ただもしねその人たちが今ねあの格闘技を卒業した後に少しでもあの時俺たちはああいう時代だったけどクリーンにしていきたいっていう、ね、もし気持ちがあればぜひねまたあのこれからもっと良くしていくのにちょっとねあの力を貸してもらいたいなと思います。それがでも彼らにとっても通談になると思う。まあ、でも当時はもうそれが当たり前の世界でしたもんね。そう特にそうですね、やっぱり20年前とか15年前とかそうなんですよね。僕はやっぱりリングドクターとかチームドクターやってる時代っていうのは K-1 マックスとかがやっぱり盛りの時期だったんで、あの K-1 のみならずプライドとかいろんなところで、あ今日も出ちゃったねみたいな会話がやっぱり普通にありましたね、だけどやっぱりね、ケイジさんにしてもよく話すんだけど、例えばじゃあね、あの大谷翔平選手、ね、イチロー選手、それから今だと誰だろう、井上尚弥選手、それから羽生結弦選手、ああいう人たちやっぱり実力で勝ってるじゃないですか。ああそうですね、やっぱああいう人がかっこいいっていう時代なんで、もう
だからドーピングでちょっとずるしているのは格好悪いよねっていう、いや本当にそう思います。していけばいいんじゃないですか。なんか今後ドーピングを減らしていくには、うん、やっぱ団体として罰則を強くするべきだと思うんですよ、うんうんうん、で僕も USC 行ってる時は、うん、引っかかると試合が1年2年出れないっていう、うん、そういう罰則があるんで、うん、もう常に口に入れるものには警戒しましたけど、はい、やっぱ今罰則そんなないじゃないですか日本で。ないね。それがまずそもそもおかしいなと思ってて、うんうんうん、もう団体としてやっぱ契約もちろん独占契約ではないんで、うん、そこら辺は難しいと思うんですけど、最初に契約した時点で、うん、独占じゃないけどそこから1年間は抜き打ち検査しますよという契約にして、はい、で2試合目をしたらそこからまだ1年間、うん、でもう出ないってなった時点で、うん、あの申告してもらってそこからドーピング検査しないっていう、そういう風な形とかを取れば、うん、まあ、僕選手サイドからですよ、うん、選手サイドでやってる立場っていう、うん、そういう想定でそういう風な契約結ばれたらめっちゃ嫌やなと思うんですよ。逆にね、はい、プレッシャーにもなるってことですね、はい、いつ来るか分からないし、仮に来えへんかったとしても来るかも分からんってなった時点で、うんうん、確かに。でそれでペナルティがやっぱ1年2年の出場停止とかっていうのが、うんうんうん、あ、いいと思いますね。そういうことをしないと減らないような気がするんですよね。僕そのずっと格闘技ドクターっていまだにその名前でなんか知っていただいたりするんですけど、はい、その根本的な根本の思いとしては、格闘技をやってる人が一番こう人間のことを理解してるっていう状況にしたいんですよ、はい、本当は、はい、だからあのただ単に外から、ね、外の業界からしたら殴ったり蹴ったり締めたりするだけやろうって多分僕ら偏見持たれがちでしょ。そうですね、なんかこう暴力的な、そういうイメージありますよね。でもね、やっぱり人間の可能性をこう広げたり、普段力出さない力を出すことでこう、はい、自分がよりね、元気に生きれたり、はい、よりなんか困難があってもね、こう、はい、正面とバーカーンといけるようになったりっていうのが、はい、その格闘技のコアの一番大事なところだと思うんですよ、はい、そしてやっぱりドーピングに関してもね、逆にこれをチャンスにね、はい、格闘技の世界のやつがドーピングに関して一番実は厳しい目を持ってて、はい、うん、ちゃんとその団体も含めて、うん、格闘技が一番あのそういうところをクリーンアップで綺麗にしていく、で、あの実際にそのこれはもうオリンピックの世界とかもそうなんですけど、結局究極的には抜き打ちしかないんです。あ、抜き打ち、はい、抜き打ちしかないであれば、抜き打ちの尿検査だけでもね、例えばライジンに契約しました、で契約して試合に出ます、それから出てから1試合目からまた何試合かやりますって時に、その間にポンポンポンと抜き打ち的に、はい、うん、入れるっていうことだと、そこまでコストはかからないはず。あ、はい、ファイトマネーの中の例えば 5% だけを、ファイトマネーの中の 5% をそのアンチドーピングに使いますというふうな契約を団体側が例えばやってくれるっていうなると、はい、多分その団体の社会的な評価があるじゃないですか。あ、確かに。あっこちゃんとやってると、はい、でそこで黒が出ちゃって、まあ仕方ない、出ちゃったら、はい、出ちゃった選手に対してちゃんとペナルティを課し、団体もなんかあのあいつでもチケットいっぱい売るからやっぱりすぐ呼び戻せそうぜみたいなことはもうやめていただいて、はい、そこはちゃんとルールを、はい、社会に対してルールを提示して、そのルールに基づいてきれいにガラス張りで運営していく、はい、そうするとやっぱり格闘技界率先して取り組み始めてなと、世間の目も良くなっていくと思うし、はい、団体さんだってスポンサー増えますよ多分。あ、うん、クリーンなイメージ。そうです、そうです、はい、やっぱ子供がね、親がやらせたいと思うものじゃないと結局衰退していくんで、ね、今が変わるチャンスですね、この格闘技業界が。僕はそう思いますね、はい、うん、チャンスにしなきゃいけないし、逆に言うとラストチャンスでもあるかもしれないから、はい、ここはしっかりやっていきたい、はい、ですよね、はい、うん、ね、坂木村社長もこれからドーピングの検査に関してはやっぱ厳しく、うん、しっかりあの対応していくっていうのも言っておられるんで、うん、はい、まあ、そこは僕もね、あの期待したいなと。そうですね、思います。はい、この件に関してやっぱりあの、はい、空崎選手が最初に立ち上がってくれたところもすごくあると思うんで、はい、僕もあのファイト&ライフの方でね、はい、この同じテーマでまた対談を、ね、はい、対談、はい、ね、はい、まだそれもね、はい、発表されたら告知、はい、まだ SNS の方でさせてもらうんで、はい、まあ、ドーピングはとにかくね、やらずにフェアにやっぱり戦うのがやっぱ格闘技なんで、まあ、その辺はもう撲滅ということで、僕もこれからしっかり活動していきたいなと思いますね、はい。最後になるんですけど、二重作先生ともともと出会ったのが、二重作先生のセミナーなんですよね。あ、そうでしたね。で、2008年ですとかそうなんですけど、はい、そこから二重作先生は国内いろんなところでセミナーしたり、はい、海外でもセミナーをされてるんですけど、はい、来年の5月。5月ですね。あ、そうですね。あの、コロナがあって、しばらく僕も海外ツアーやめてたんですよ。はい。いろんなとこ行かせてもらったんですけど、はい、来年行ってきます。はい。パリに
あ、そうですね、セミナーね、はい、フランスに行ってきます。本当にこれってすごいことなんで、まあ、僕もねやっぱずっと世界で戦うってずっとやってきて、はい、二重作先生も世界で戦ってきてるんで、こうやってめちゃめちゃ刺激もらってます。いやいやいや、もうあの今ここのスタジオのここにあのホワイトボードがあるんですけど、はい、あのホワイトボードにですね、ある日キッズ選手、キッズ選手ってどこで何したいのみたいな話をした時に、はい、僕は UFC で上がってみたいですって言ってたね、言ってたんで、はい、上がってみたいじゃなくて出るって宣言しろよっつって、はい、ホワイトボードの番号、ね、はい、渡したことがあったら、はい、UFC に出るってチャンピオンになるって書いたんですよね、はいはい、あの日から本当にソラスタ・キーツ選手は本当の意味でプロ中のプロになったと思います。あの日にそうやって成長させてもらいましたよね。ああやって二重作先生に言われなかったら自分のことを口に出さずに、うん、できたらいいなぐらいで、うんうん、思ってやっぱ格闘技やってたと思うんですよ、うん、でそうだと絶対 USC にも行けなかったですし、うんうん、今の自分がなかったんで本当に育ててもらってまだまだやりますけど、うん、ありがとうございます。それがすごいのがその言っただけじゃなくて本当にその後ガガガガッと言って出ちゃったんですよ。やっぱそれはやっぱり逆に近しい人間がそうやってねこう結果を出すっていうのは嬉しいし、うわやられたやべえっていうのもあるし、でもこれすごいのが、うんうん、いつも対戦相手の動画を二重作先生に見てもらうんですけど、うん、はい、二重作先生相手の弱点とか癖とかめちゃめちゃ見抜くのすごくて、それを聞いて僕試合の対策寝るんですよ。あ、せっかくなんでは視聴者の皆さんに1個だけ秘密を教えましょうか。はい、対戦相手のビデオの研究の仕方を僕らのチームの秘密を教えます。相手の選手のビデオを見て相手の選手のセコンドに最初になるんです。相手の選手を倒すんじゃなくて相手の選手がどうやったら勝てるかをしこたま考えると弱点が見えてくるんです、ね、よくだいたい相手を敵と思って研究する視点が多いんですけど、はい、それだと結構大事なところを取りこぼすので、はい、僕らのチームそうやってますよね。だから指導者ってめちゃめちゃ大事、指導者で本当に変わる、うん、もうね、コーチ監督全然変わると思いますね。確かにね、自分で自分客観視するの難しいからね、はい、誰かが見てくれるっていうのは逆もそうですよ。僕は自分の活動で例えばこうこうこうで岸選手に質問したら二重作先生早いということツイッターマジでやらなきゃダメですって言われて、ね、それで先生本当にあの言語化するのがすごい上手で素晴らしいんですよ。それ僕にはそれ全然できなくて、それ知識もすごくて、あ、絶対当時ツイッターですね、ツイッターで絶対その知識ハマるからやった方がいいって言われて、そう やった途端にもう一気にフォロワーぐわって増えて、ああもう今僕のフォロワーよりもはるかに増えて、もう X で大活躍です。いやいやいや、あの時がね、もうあのおかげでいろんな、ね、対談が生まれたり、はい、本ができたりしたんでね、はい、やっぱあの時やっぱりセコンドがね、まっすぐ嘘じゃなくて、はい、気を使わずにまっすぐねボールを投げてくれるセコンドがいるっていうのは僕は幸せでございます。まあ、そんな感じでもうずっとあの二人三脚で、はい、あのやってます。あともう一個ですか。あ、どうぞ。先生 の, あの本ですよ。本、はいはいはい。あ、一瞬ちょっと走って戻ってきていいですか。はい、はい、先生が出しているパフォーマンス理学ですね、それについてずらーってあの解説してるわけなんですね。格闘技学という、これより 前にですね、これ Amazon で一応1位になったんですけど、その前の1位です、はい、あの格闘技学という本でですね、実はストラサー選手に見えるかと、キーチ選手にあのお言葉を、和田良学さん、ゲイリー・グッドリッチ、はい、で懐かしのグレーシャー・アキ選手とかで、はい、いろんな方にいただいてて、これは僕の宝で、はいはい、ずっと大事にしてます。いや、そこのメンバーに僕も入れさせてもらって本当に光栄です。いや、嬉しいです、ありがとうございます。すみません、なんか宣伝チックになっちゃったんですけど、はい、いやでも本当に素晴らしい本なんで、うん、まあ、いい内容になってるんで、まだあの格闘技されてる方とかすごい勉強になると思うんで、もちろん空手やってる親御さんとかも含めてぜひ見てもらいたい本なんで、また概要欄に載せておきますんで、チェックよろしくお願いします、はい、これからもストラサキシトモードよろしくお願いします、はい、じゃあ本日はあの長い間ありがとうございました。ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。おっす、次回の動画でお会いしましょう。おっすストラサキシを年間でサポートしていただいている企業様です。いつも応援ありがとうございます。Thank you.